キャラクター。役職は京都府広報館。2011年に京都府で開催された第26回国民文化祭京都2011のマスコットキャラクターとして登場。国民文化祭終了後、一時は引退説も流れたが、2012年3月に京都府知事から京都府広報館に任命され、現在は京都府の PR を担っている。 府内各地のイベントに頻繁に出演しており、京都府内では、特に小学生以下の子供たちに人気を有する。ツイッターやフェイスブックを行っている。2013年1月、国内の都道府県キャラクターとしては、初めて LINE の公式アカウントを取得した。国民文化祭、京都2011のマスコットキャラクターとして、2009年10月9日にデビュー。以来、 京都府内を中心にいろいろなイベントに出演し、京都国文祭を PR。2012年3月から京都府広報館として京都府の公式マスコットキャラクターになった。キャラクターを使用する際に通常必要である著作権使用料を無償としており多くの企業や個人による利用を呼びかけている。眉からできたシルクが美しい単語チリメニや西陣織、 不景遊禅の着物になるように京都から新しい文化を作り育てることを表している。都道府県発。ゆマ,マロがラインアカウント解説。PR タイムス2013年1月9日ゆマ,マロが京都南座の舞台に登場。3月花形歌舞伎独道中53駅から歌舞伎公式サイト歌舞伎美人2011年3月4日。 A.B. いよいよ本日放送。吉本、天の橋立て新喜劇で、千原聖司が地元を熱烈 PR、吉本ニュースセンター2012年7月21日。京都眉マ,マロオフィシャルサイトです眉マ,マロ、お笑い修行編、ネット TV 京都府2012年11月27日、ご当地キャラ、コールミーメビーパロディービデオ選手権。 ユニバーサルミュージックジャパン2012年12月7日マユ、マロニュース今後のマユコの活動についてアーカイブド2015年2月3日アットザウェイバックマシンありがとうございます